がね、黄金という楽器です。これはアルタイ共和国という、国の黄金ですが、この振動を口の中で共鳴させて音を出す、いろんな音が出せて、これでちょっと喋ることもできて、はい何て言ったか当ててくださいね。はい、ありがとう。はい。想像通り。何でしょう。あ、違います。マジですか。ありがとうなんですけど。で、ありがとうだと思って聞いてください。はい。感じます。言われれば。耳が慣れると多分聞き取れるんですよね、はい、でよくやるのはこう我々は宇宙人だ、なんて言ったでしょう。お腹が空いた違う、面白い。我々は宇宙人だ。もう一回言いますよ。我々は宇宙人だ。聞こえる聞こえる。こうやって遊んだりもできるんですけど、はいはいはい、面白いですね、はい、古代は日本でもよく使われてたので、はい、江戸時代ぐらいまではすごく流行ってたんですけど、うん、で古いものだと平安時代のものが埼玉県の神社から発掘されたりしてるので、日本でもね、はい、なのでまあ神社から発掘されてるっていうことも考えると、やっぱこの不思議な音色、倍音豊かな音で目に見えない世界と交信してたのかなと。交信してた、はい、響き合っていたのか、はい、学校の先生時代からもそれやってたと。そうですね。それとの出会いっていうのは、はい、これは学校の先生をやってる時代に、はい、その近所にホーミーとか方面をその喉歌と言われている喉から二重に声を出す歌唱法を教えてくれる人がいると聞いて、で私は本当にもう25年ぐらい前に初めてラジオかテレビからそのモンゴルの方のやっているホーミーというその歌唱法を耳にして、もう雷に打たれたような衝撃を受けたんですね。こんな声が人間の喉から出せるのかと。私も出してみて。今の音ですよね。あ、違います。あ、違うんですか。これは黄金です。あ、黄金か。ホーミー、ホーメーは楽器を使わないで自分の喉だけでできます。やるんです。ちょっとはできます。いや、できてちょっと準備が違うんですかね、聞こえました。聞こえました。
ウィーってうなりながら、うん、口笛のような高い音を、はい、メロディーを操るんですけど、それで何かこう吟じるわけではないんですよね。まあでも吟じるというか、これはあの現地の方たちが例えばあのこう窓から見えるその山並みとか、うん、あの川のせせらぎとかいろいろなものを見ながらその形姿を模倣していく、例えばタラータラララーってなったら山が例えばこういうふうにそびえていたら、それをたどりながらメロディーを奏でていったりとか、山のこう何なんか山並みに、そうです、山並みが楽譜みたいな、だから自分が美しいなって思った景色と自分が響き合って即興でそれを出していったりとか、もちろんあの現地の人のそういう民謡みたいなあの音楽の中でも使われるんですけど、でもまあ私が興味を持ったのはそういうふうにあの即興的に自然と響き合って奏でるっていうのが私はぴったりきて、ね、自然の中での演奏会とかもあの時々させていただいたりしてて、もうそれは本当に神秘的な気分に引き込まれますしね、あのそういう演奏依頼を受けたまってます。はい、ありました。上田の町というか田舎の部分ですね、特に棚田というか、はい、そういうところでこう、活躍しようということだと思うんですけども、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。